今日県内では近江鉄道を身近に感じるイベントなどが行われ、会場は多くの人でにぎわいを見せました。近江鉄道八日市駅近くで行われたガチャポン祭りは、近江鉄道を多くの人に知ってもらうことなどを目的に毎年開催されています。イベントを盛り上げようと、近江鉄道グループの鉄道会社や沿線市町などが参加しました。近江鉄道のキャラクター駅長ガチャコンが描かれたグッズなどが販売される中、会場は子どもたちが運転士の制服を着用するなどしてにぎわいを見せました。中でも多くの人たちが列を作っていたのはミニ電車の乗車コーナーです。近江鉄道の電車を模して作られた小さな電車は、会場に敷かれたレールの上を走り、子どもたちは笑顔を見せていました。楽しかったです。効果的だと思いますね。知ってもらうとか来てもらうっていう意味では、はい、魅力を感じてもらえればいいかなと思います。はいはい、いろんなラッピング車たくさん次々出されてるんで、楽しいですね、そういうのが。ベーシックな昔からある黄色いのも好きですけどね、なんとか頑張って走らせてほしいと思います。また鉄道を愛するタレントとして知られるお笑いコンビダーリンハニーの吉川雅弘さんのトークショーにも多くの人が駆けつけていました。一方、大津市にある王子ヶ丘公園では、地域の活性化を目的として開催される大津っ子祭りが行われました。今年は開催40周年を記念し、草津市といった県内の他の地域からもゆるキャラが参加し、県外からは熊本県のくまモンも駆けつけました。頑張れぞ。また40周年記念イベントとして、ティラノサウルスの着ぐるみを着て走るレースも行われ、およそ100頭がグラウンドに集結しました。雨が降るあいにくの天候にも負けず、参加した人たちはグラウンドを思い切り駆け抜けていきました。